ついてる、たまみーついてる、ついてる、ヘイヘイホー、ついてる、ヘイヘイホー、ついてる、たまみーよ。すごいですね、ところジョージです。いやー、ところさんとのコラボ、これイメージできますか、むきろチャンネルさん。ありがとうございます、本当に。あと、海外の方、今ナイスビデオビッグライクっていただきまして、僕は英語でどう返そうかと思い、おー、センキュー、センキューソーマッチって返してきました。英語詳しい方いたらこれでいいんでしょうか。そんな感じのついてるともみんさんでございますがね、はい、ほら、夢について喋るよっつったから、それを喋ろうかと思ったんですがね、もう下子についてしまうね、これね。今日早く終わってしまったね、これね。いいじゃないか、今日床屋さん行ってこよう。うん、もうだいぶボサボサになってきたんでね。そうです、さっぱりしてこようかと思いまして。もうね、なんか今日もね、朝起きたらずっとなんかね、振動数が高いんですよ。高くてね、プラスアルファね、あれなんですよ、高くて、なんだこれ、雲見てくださいよ、これブワーって光ってないですか、真ん中。太陽さんがあるにはあるんですが、その下雲なんか出てないんですよ。それはなんかすごいね、この光、何ですかね。見えてる、動画で見えてたら見てるっしょ、これまたラッキーですよ、ラッキー動画ですよ。はい、左がずっと光ってるね、なんですかね。私胃調子いいじゃないですか。そうだから振動数が朝から高いんですよ、ずっと。もう起きてパッと目が覚めた途端に気がついたら、ついてるねったらついてるねって言ってた。もうね、その後ね、パッと来て、やべえ、あ、これちょっと私お寝坊じゃん今日と思って、急がなばって思ってたけど、雨の中でお待たせいただきましたね、ありがとうございます。そこからまた言い出してね、あと、どうもこさまんだ、バザルタンが千田マーガルシャーだ、そうだ、ダルタンガンマンつって、お不動様の信号も行ってね、家出る時にはもう家中みんなに、家中みんなってあれよ、人がいるわけじゃないよ、家のものとかそういうものに全部に、行ってくるね、行ってくるね、行ってくるね、トイレ入ったらありがとうつって、そこに植物飾ってたんだけど、これ奇跡でね、枯れちゃってきてたのよ、だん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 。そんな時に一声かけてあげたの、最初。あーつって、お前も頑張ってんなって言ってあげたのよ。そんでもう茎もさ、下の方が腐ってきちゃってたから、その腐ったところを切ってあげてね、また揺れ直してあげたんだけども、葉っぱも緑じゃなくなってきちゃってて、あーもうこれ終わっちゃうのかなって思ってたけど、諦めないで言ってたのよ。そしたらさ、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、ここ狭いんでね、ちょっと待ってね、ここ狭いんで、よいしょ。そしたらね、今ちゃんとそっからまた芽が出てきてね、今ね、葉がね、3本ぐらい出てきちゃってね、そう、すごいなと思って、うん、調子いいわよって、いつもよ、そうやって言ってくれてる葉っぱが、うん、あとね、ほら、他にもいっぱい何本か、パキラっていうのと、あとガジュマルのちっちゃいのと、あと何でかな、パキ、違うな、忘れちゃったな、と、あとよくほら南国に生えてるさ、ちょっと大きめなこう葉っぱのやつあるじゃない、葉っぱがこう切れたような葉っぱのやつ、何でしたっけ。それとあと前コチョウランもらったのがさ、全部花がなくなって、で3本生えてたんだけど、2本がいなくなったけど、もう1本は生えてきて、そっからまた芽が出てきてって言って、なんかすげえなと思ってね、うん、そういう感じなんですよ、私今何を話してんの。そう、夢の話でしょ、全然関係ないところに行ってしまった、すいませんね。おっと、ここ工事してるのか、ちょっと狭いな、うん、でも大丈夫、そうよ、だっていつももっと狭いとこ行ってますもん。でもさっきの白い輝きはすごかったね、太陽さんみたいな。これ動画に映ってたらラッキーだね、後で見てみるけどね、下もついたらね、うん、そうそう。それでさ、
俺の夢はね、夢というか、そう、ムキーラさんが、ムキラチャンネルさんがさ、なんだっけ、イメージするといいよなんつって言ってたからさ、まあイメージングなのかなと思ってて動画見てたんだけど、でもさ、それを聞いたらね、俺来たのよ、ひらめいたっていうか、ああと思ってね。普段ね、俺ほらセレブになりたいとか、ついてる億万長者になりたいとかってざっくりなこと言ってるじゃない。それをふと思い出てきたの、うんと思ってたら、そのことを考えてたらすげえテンション上がんのもうね、本当に僕は食べ物とか好きだってよく言ってるじゃない。だから食べ物の話するともう本当に止まらなくなるんですけど、もうそれと一緒ぐらい、もうどん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 なんかもううわーって感じ。うん、もうだからほら、まあ、いつでない、大きな超豪邸に住んでさって、そこで人をね、働いてもらってなんつって、でもその働いてる人たちも自分の引き寄せてね、引き寄せた人たちだから、みんな波動がほぼほぼ一緒の人が分かるわけじゃん。でもね、今まで違う仕事とかやってて、本当はこういう仕事やりたかったんだよねっていう、だ料理が好きだったら料理作る仕事がしたかったんだけどって、なかなかねって、人間関係がさっていう人とか、そういう人がいたりとかさ、もう今もみんなそういう人たちとか、ほら、接客したかったんですけどねっつって、まあそこでもやっぱりこうなんか合わなくてねなんつって、まあ、違う仕事やってるんですけどねって、じゃあうちでやればいいじゃんなんつってね。僕には何でそれができるかっていうと、もうお金と時間が自由な人になってるから、その時には。そう、そんなことを考えてったらさ、 そこでそんな人たちと一緒にね、みんなでさご飯食べたりとかしてさ、いいじゃない。うん、よくほらね、使われてる人たちはさ別でご飯食べてさ、そこのご主人様はそこで食べてたっていうのも、そういうんじゃなくてみんなで一緒に食べたいのよ、和気あいあいと。そうで、パーティーもさ、まあ、セレブなパーティーも開いてもいいけど、そうじゃなくてもう本当に誰が来てもいいパーティー、大人から子供まで、うん、でみんなでワイワイしたいじゃん。そうで、誰が来てもいいのよ、うん、お金がないから行けませんっていう人も来てもいいのよ、 もちろん無料だから。そうそういうのをねやりたいのよ、楽しいよそんなことができたらって思ってるの。 そうで、そこで働いてる人たちも今後さ、何かさ、そこでだからうちでね働いてるくれてる人たちもさ、今後さ、あんなことしたいこんなことしたいって自分の中であるじゃない、きっと夢が。それこそだからこういう自分になりたいっていうイメージを持ってる人とかいるとするじゃない。そしたらそれのお手伝いをしてあげたいな。そうだからさ、ほらそういう時にほらね、お店出したりとかあるとするとさ、資金がないから出せなくてなんていう人にはさ、ほらそういうのをバックアップしてあげて、うん、なんていうねのがあるのよ。それでもそれでもしその人がそれで事業でさ失敗するとするじゃん、それはそれでいいのよ。そう、失敗してもいいのよ、だって失敗ってないんだから。成功しない方法を知ったってことはその人プラスアルファでしょ。で俺もそれ関わってんだから、俺もプラスアルファになるわけじゃん。でもさ、いいのよ。そうで、お金がどうのこうのじゃないから、だって僕には時間とお金が自由だからっていうことですよ。お金と時間が自由、いいじゃないですか。だからいいんです。それでだからいいよ、そんなの気にしなくていいよっつって言ってあげて、またうちで働けばいいじゃんみたいなさ。でそれでもまたその人がまた新しいこと始めるとまたいいやればいいじゃんっつって、そんなね感じで、そう、そういう風なのもさやりたいなみたいな、うん、何でも思ったことをさみんなでさやっていける、そういうなんつうの、うちというか、だから財閥財閥いいじゃないか、ついてるともみん財団、財団になってしまったぞだからそんなことを考えてると楽しくてね、だから何かやりたいとかって人にはそういうバックアップしてあげたりとかさ。そうでもね、夢がないってわからないっていう人もさいてもいいじゃない。そしたらさ、うちに来てじゃあ一緒になんか考えようよなんていうのもいいじゃない、楽しいじゃない。そう、それでみんなで和気あいあいとやっていきたいなっていうのがあるんです。そんな感じのついてるともみんさんでございました。とりあえず車庫についてしまったので一回閉めましょうかね、うん、あ、この話はもっとしたい、まあ、いいことあるぞ、あ、ついてるドンモミみたいな感じでね、ええ、
そんなんばいについてるともみさんでした。いやちょっと待って、俺これ一回車乗り換えるわ。うん、車乗り換えて今度乗用車さんからの動画にするから、これくっつけよう。そうしよう。はい、じゃあ後ほどです。よし、ちょっと今乗用車が動かしてきたよ。左の前にあるのが僕の車だよ、白いやつね。そう、あっちの車からも動画しようかと思ったけどね、まだ 今からいろいろ書くからね、書き書きするものがあるからね、それと一緒に喋ろうかなと思ってね。それで続きを喋るよ。そう、そんな感じでねやっていけたらね、めちゃくちゃ俺はそういう人生を送りたいなって思うんですよ、これから先。うん、だからそうなるようにイメージしてるっていうか、あのほら固く考えちゃってイメージングって難しいって思っちゃうじゃない。だからもっと簡単に考えればいいの、自分がだからもっと楽に考えればいいんじゃないと思ってさ、それで考えたら楽しいのよこれ。もう本当にだからあの食の話してる時の感じ、うん、あれ食いたいこれ食いたいって、あれ食ったらうまいよね、こうだよね、あだよねって、あれにさ醤油とさわさび入れてさ、なんてそういうこと。そう、それと一緒で自分のこれからの先の未来の夢というか、そこもそういう風にいいのかなと思って、うん、やってみたら楽しい。だからこれをやってるとすごいテンションが上がるよ。まあ俺だけかそれは分からないけど。だからこんな方法もありかなと思ってね、うん、で上げてみたよ、うん、そうだね。でもあの海外の方からとかさコメントいただくとプラスアルファでまた上がるね。うん、皆さんのところもね多分行かれてる方だと思うんですけどね、あのパペット軍団のところとね、すごいじゃないですか、そうやってつながっていくって。うん、で気がついたらあれですよ、もう海外に行ってるんですよ僕たちの動画は。で海外から好評反響を受けてね、行きますよ、登録者数一気に100万人とか、びっくりじゃないですかね。いや、いいんですよ、だからそれもイメージなんだからさ、イメージ、うん、いいじゃない、どんなイメージしてもね。でも悪いイメージしたら悪いこと来ちゃうよ、だからそれは引き寄せの法則がつながってくると思うんだよ。そうだから、いいイメージしたらいいものが来る。そう、所さんとのコラボもずっと言ってるじゃない、そういうイメージしてるじゃない。そしたらね、ムキラチャンネルさんがそういうイメージできるって言ってくれたじゃない、ってことはそれ近くなってるよってことでしょ。そうですよ、そうやってどん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 広がっていくんですよ、じわ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 、俺が言ってるじわじわの法則。そう、これもだから全部あれですよ、幸せの成功法則だって。結果は一番最終的には幸せになってる、もう今も幸せなんだけどね、もっともっと幸せになってことよ、ことよ。そう、幸せは幸せを呼ぶんですよ、うん、これはだってそうでしょ、ついてるついてるっつって言ってたらいいことが来るんでしょ。そうで、ついてないついてないって言ったらついてないことが来ちゃうんで、ああ危ない危ない、今余計なこと言っちゃった、うん、でもそうじゃん、だからついてる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 って言いまくる、ついてることガンガン来る、ラーメンの皆様の言霊もいいって言われてんだから、もうそれもやる。そう、そうすると俺も最初はね半信半疑で疑ってた、でもね今日ね朝さ寝坊したんだよ、うん、なんだけど、でトラックまで来て、トラックから出てさ曲がっていくと道路がね、いつもそこは朝すごい、朝と夕方は大渋滞するところなので、俺が来る時にそこ通ってくるから、うわ反対が混んでんなと思って、うーんって思ったけど、そこでもう雨の皆さんもお届けいただきましてありがとうございますって言いながら来たら、それなんとそこの信号機まで混んでないの、ノンクリア、一台も車いない、信号機まで行っちゃって、うわすげえって、でも思ったより早く着いた、うん、で卸し地に卸すとこに行ったら、たまたまタイミングよく誰もいなくてスッと下ろせて、その後にトラックいっぱいまた来てって話。そう、そんでいやーこれお昼までには絶対間に合わないなって、あと2件つってたんだけど、思ってたんだけど、でもそんでもう雨の皆さんもお越しくださいましてありがとうございます、あとノーマーク3番でバダルランガー、センダーマーカラシアダソーアタヤムタラカーマンとかやってたのよ、いろいろね、カムユーディンネンビカンノンビとか言ってたんですよ。そしたらなんと終わるはずのない仕事が午前中に終わってしまったんです。で終了報告かけてね、そしたらあ早かったっすねって言われちゃって思ったことで、そんでそしたらもうでトントン拍子よ、そしたら次はもう積めるよ明日の荷物っていうから積んでもう帰ってきちゃって、今この時間、そう2時半、すごいでしょ。これで今から床屋さん行ってさっぱりして、もっとまた上がっちゃうよ、いいじゃないか。で家帰ってうなぎさんを食べるんです、
冷凍にしたのがあった。今日あれね、ちょっとお酒かけて蒸して、でちょっと焼き目つけて、うん、あったかいご飯にね入れて乗っけてね、そこに山椒かけてね、うん、あと自分のきゅうりのぬか漬けでも渡してね。たまんないね。まだ早いから、あれが食える、あれが飲める、ビールが飲めるじゃない、缶ビール1本飲んでね、うん、そんなん。うわこれもニヤニヤな感じ、もうニヤニヤな感じ、ニヤニヤが止まらないぜみたいな。俺は何を話してんだ一生懸命ね、うん、まあいいんです、そういう明るい、だこれも大事だから、明るく楽しく元気よく、そんなついてるともみんよってことを言いたいんです。はい、そんな感じですよ。じゃあまたね、次の動画上げていきますのでね、皆さん次の動画も明るく楽しく元気よくいきますよ。もう全部幸せの成功法則につながりますので、はい、そうやってやっていきましょうよ皆さん。そう、何かねあったらすぐコメントください。すぐではないかもしれませんが必ず返しますし、もしあれならね、そのコメントをあれにします、動画にしてっていうのもねちょいちょいやってますんで、うん、必ず見てます、送ってますんで、返してますんで、ね、そんな塩梅でよろしくお願いしますね。はい、じゃあエンディング、いいことあるぞ、落ち着いてるとモミン、ヘイヘイホーつって。この動画をご覧くださいました皆様に、全てのエクことが雪崩のとこ起きます。これは本当に起きますからね、皆さんしっかり受け止めてくださいよ。はい、そんな感じのついてるモミンさんでした。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ポチッとなっとチャンネル登録をしてくださいね、よろしくお願いしますよ。ついてるともみん大学に入学したことになりますよ。そうするとついてることがたくさん起きます。なんでかっていうと、ついてるついてるって僕が言ってるから、そのついてる波動があなたたちにも、あなたたちにも、皆様にもです。はい、すいません、皆様たちにも、皆様たちとは言わないね、皆様にも届くようになっております。はい、だって僕が言ってるの皆さん聞いてるでしょ、ってことは聞いてるってことは分かってるってことでしょ、自分が。そう、聞いちゃったからいいこと起きます、ついてます。はい、そんな感じです。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン、ついてることたくさん起きますよ。